教科書に載せるべき日本をソ連から守った日本人。1938年3月8日、満州国ハルピンと特務機関長樋口喜一郎中将のもとにある知らせが届きました。ドイツの迫害から抜け出すため、ぎゅうぎゅうに列車に詰め込まれ、命がけで極東の地にたどり着いたユダヤ人たち。ほんの少しの希望を抱き、やっとの思いで極東に逃れてきた彼ら、彼女らを待ち受けていたのは満州国の入国拒否だったのです。難民としてドイツや周辺国から来た人々はもはや帰る場所がありません。気温が零下30度にも達する極寒のシベリア鉄道オトポール駅で、どうすることもできず手の打ちようがないユダヤ人たち。これがいわゆるオトポール事件です。そして満州国外交部の入国不許可を知った極東ユダヤ教会会長カウフマンは、関東軍で諜報道活動のトップ特務機関長である樋口に面会を求めます。実質日本の支配下にある満州国に対して大きな権力を持つ日本軍の樋口喜一郎にビザ発給の指示を出してくれないかと頼むためです。しかし樋口には即答することができません。深い事情があったのです。どういうことかというと、日本はこの時ドイツと同盟国だったのです。つまりドイツから逃れてきたユダヤ人を助ける行いは同盟国ドイツとの外交問題になる可能性があったのです。また満州国外交部を差し置いてユダヤ人の受け入れを樋口が決定することは明らかな越権行為にあたりました。また樋口が頭を抱えるもう一つの理由がありました。それはかつて樋口がロシアに赴任していた時のことです。当時有色人種たる日本人に対しての差別が激しかった頃、そんな中でも樋口を差別することなく接してくれたのがユダヤ人だったのです。悩みに悩んだ末、樋口は今こそあのユダヤ人への恩に報いるべきではないかと覚悟を決め、カウフマンにこう告げたといいます。博士、難民の件は承知した。誰が何を言おうと私が引き受けました。博士は難民の受け入れ準備にかかってほしい。このまっすぐで強い言葉を聞いたカウフマンは樋口の前で泣き崩れたそうです。博士、さあ早く、泣いている場合ではありませんぞ。そうカウフマンを鼓舞し、覚悟を決めた樋口の行動は迅速でした。樋口は満州国外交部にユダヤ難民にビザを出すことを指示、さらにユダヤ難民に用意したのは入国ビザだけでなく難民救済用の列車まで手配。彼は大連の満鉄本社の松岡総裁と連絡を取り、列車を動かしたのです。これによって救われたユダヤ人の数は数千人にも上ると言われています。一人の日本人が自らの立場地位を顧みず行った勇気ある行動、その行動が多くの命を救ったのです。一方で樋口のユダヤ難民救済行為を知ったドイツは激高してしまいます。日本政府に抗議が入り、樋口に対して厳罰なる処分を求めてきました。これを受け樋口は関東軍からの出頭命令を受けましたが、樋口の勇気ある行動は上司の心をも動かし、上司はこの人道的行為を正常と判断され、この一件に関して
彼を守り不問としたのです。そして樋口がハルピンを去る日、駅には2000人近い見送りの人だかりが。樋口の姿が見えると一斉に万歳の声が湧き上がったといいます。その後日本の地に戻った樋口は北海道の北方守備責任者となり終戦を迎えました。しかし終戦直後の北の大地で再び事件は起こります。ソ連が侵攻してきたのです。日ソ中立条約を一方的に破り、日本領だった南樺太、千島に侵攻、さらに北海道上陸を試みたのです。終戦直後とあり日本政府が機能していませんでした。停戦を決めていた中でも樋口は独断でソ連と戦うことを決断。北方に残っていた日本兵たちと共に命を懸けて北海道への上陸を阻止したのでした。しかし樋口に北海道上陸を阻止されたソ連は激怒。日本を占領下にしていた米国に樋口を戦犯と指名し、身柄引き渡しを求めてきたのでした。しかしアメリカのマッカーサーはこれを断固拒否。それどころか樋口を擁護せよという命令が下されたのです。さらに日本陸軍の幹部でありながら敗戦国の指導者を裁く東京裁判にすら呼ばれませんでした。樋口には全く理由が分かりませんでした。本来であれば戦犯としてソ連に引き渡されてもおかしくない、ましてや裁判にも呼ばれない。不思議な出来事でしたが、その理由が分かるのは1950年、かの有名なユダヤ人アインシュタイン博士が来日した時でした。来賓としてユダヤ人パーティーに招待された樋口は、パーティーの幹事をしていたミハエル・コーガンという一人のユダヤ人からその理由を耳にします。実は樋口引き渡し拒否をした連合国軍総司令部の背後にはアメリカの国防総省の動きがあったのです。その国防総省に働きかけたのがニューヨークに総本部を置く世界ユダヤ教会です。樋口が助けたユダヤ人難民の幾人かは世界ユダヤ教会の幹部になっており、オトポールの恩を返すのは今を置いてない、この言葉が世界各地に生きながらえたユダヤ人たちの思いでした。そして樋口救出運動が始まったのです。ユダヤ人たちがアメリカ国防総省に樋口を救出するように働きかけ、マッカーサー元帥を動かしてくれたのです。それはまさにオトポールでの恩を決して忘れることのなかったユダヤ人たちからの恩返しだったのです。多くのユダヤ人を救った知られざる日本人、樋口喜一郎。義を重んじ信念を貫いた男。戦後駐留軍や企業の顧問就任などさまざまな仕事の依頼があったものの、その全部を断り隠居生活を貫いた樋口喜一郎氏は82歳でこの世を去りました。樋口喜一郎のこの功績は学校の歴史で名前が出たことがありません。なぜなら教科書に載っていないからです。この動画をきっかけに樋口喜一郎中将を知る日本人が一人でも増えればいいなと思います。海外が感動する日本の力、随時更新中。チャンネル登録よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。
ためです。しかし樋口には即答することができません。深い事情があったのです。どういうことかというと、日本はこの時ドイツと同盟国だったのです。つまりドイツから逃れてきたユダヤ人を助ける行いは同盟国ドイツとの外交問題になる可能性があったのです。また満州国外交部を差し置いてユダヤ人の受け入れを樋口が決定することは明らかな越権行為に当たりました。また樋口が頭を抱えるもう一つの理由がありました。それはかつて樋口がロシアに赴任していた時のことです。当時有色人種たる日本人に対しての差別が激しかった頃、そんな中でも樋口を差別することなく接してくれたのがユダヤ人だったのです。悩みに悩んだ末、樋口は今こそあのユダヤ人への恩に報いるべきではないかと覚悟を決め、ほんの少しの希望を抱き、やっとの思いで極東に逃れてきた彼ら、彼女らを待ち受けていたのは満州国の入国拒否だったのです。難民としてドイツや周辺国から来た人々はもはや帰る場所がありません。気温が零下30度にも達する極寒のシベリア鉄道オトポール駅でどうすることもできず、手の打ちようがないユダヤ人。教科書に載せるべき日本をソ連から守った日本人。1938年3月8日、満州国ハルピンと特務機関長樋口喜一郎中将のもとにある知らせが届きました。ドイツの迫害から抜け出すためぎゅうぎゅうに列車に詰め込まれ、命がけで極東の地にたどり着いたユダヤ人たち。これがいわゆるオトポール事件です。そして満州国外交部の入国不許可を知った極東ユダヤ教会会長カウフマンは、関東軍で諜報道活動のトップ特務機関長である樋口に面会を求めます。実質日本の支配下にある満州国に対して大きな権力を持つ日本軍の樋口喜一郎にビザ発給の指示を出してくれないかと頼む。